皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もアンチャーテッド4遊んでいきましょう。ちょっとね、話は変わるんですけども、この角度のネート栃木あたりで軽自動車改造して乗り回してそうじゃない？さあ前回ですね、この部屋の謎を解きまして、でそこの穴からキリスト像を入手しました。で今回はとりあえずここを通って下に戻っていくのかっていうところからスタート。連打してこじ開ける。落ちるとこだった。そっちかな。上方向にグラップルフック、これはねロープをかけてで降りていきましょう。ねえ、どうしよう。ここまでしか来ない。こうか。よし。さあ捕まって、でこっちだね。慎重に。確かねキリスト像を持って塔の頂上高に行けっていうあれがあったはず、前回の手紙だと。でそっちか。でさらに下からのそっち。よし、もう一度。よし。レイフじゃまず無理だな。レイフ依頼主か。肩が痛えや。でようやく外、そしたら戻っていくか。前回ねそこのなんていうの、井戸ですね、井戸の中に入っていくのを忘れたんで、できれば調べていきたい。おそらく宝かな。待って、そこに。そうです。んでね、ここも滑るね。そっちですね、そっち側。そう、やべやべ。でロープ、よし。んでターザンロープ、ほい。いけた。相変わらずノリが軽いな。こっちではない。どっちに行く？これか。出っ張りを、くぼみを伝って、よしよし。もうちょいだ。もうちょっと。んで最後にこっち。そっちは刑務所の敷地ですね。ヘリに捕まって、で降りる。戻ったか。何があった、ドライク。なんだ。何も残っちゃいない。手がかりも何も見つからなかったよ。本当か、ちゃんと調べたのか。手紙で何か見落としたのかもな。お目当ての塔は昔に崩れちまったとか。そうだ、設計図ないのか、この監獄の。古い資料なら腐るほどある。よし、いいぞ。あんたはそっちを当たってみてくれ。俺はサムに何か知ってるか聞いてくるよ。エイブリーのことなら何でも知ってる。よし、設計図を探そう。あ、後ろを。はいはい。何らかのこう利害関係があるのか、バルガスと。よし、奴と話し終わったら戻ってこい。分かった。うん。あ、おいお前、また面倒起こしやがったら独房にぶち込むぞ。こりゃ名演技だこと。俺にはかなわないけど。
Qui peut déchirer? Celle de principiante Bertardo. Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Párate. おいおい、派手にやられちまったな。ああ、いつものことだよ。来て。ちょっと待てよ。いつまでもったいぶる気だ。当たってたよ。二人の手柄だ。ああ、それじゃ、レイフを探して。おい、いい加減しろ。そっちこそ。今言ったろ。俺たちの手柄だ。二人のね。なのに、あの金持ち野郎が横取り。二人じゃ無理だったろ。手はあっただろ。いいや、ない。一つもな。残念だが、レイフやバルガスがいなきゃ無理だったろ。バルガスといえば、まずいことに。何の話だ？案内してもらったんだろ？ああ、そうだよ。よし。手紙を読まれちまった。何を知られた？分け前くれって。くそ。レイフ、他のやつにも知られたら。バルガスのことは俺が何とかする。それよりもっと大事な話よ。だな、どこか静かなところに行こう。よし、誰もいない。で、何があった？おお、すげえ。おい、いいか？気をつけろよ。木製に金と銀の細工か。よくできてる。空洞だぞ。なんでこんな安物の十字架像をわざわざ隠す必要がある？それは十字架像じゃない。十字架像はキリストの象徴だけど、これはキリストじゃない。確かに茨の冠はないな。でもそれなら誰なんだ？文字を読んで。ディグナファクティスプレキピマス。自分がやったことの報いを受けている。驚いた。カトリック施設で育った特典。聖ディスマスだ。悔い改めた泥棒。でもなぜだ。教会に行かなかった奴にも分かるように説明しろ。キリストの貼り付けの時、その両側に泥棒も貼り付けられてた。一人はキリストを嘲笑い、もう一人こいつは罪を悔いた。そして潔くその罰を受け入れた。彼はキリストと天国へ。なるほどね。何？分かったのか？スコットランドにある聖ディスマス大聖堂、知ってるか？エイブリーも最後スコットランドで。偶然とは思えないな。お前たちを信じても良さそうだな。バルガスを探してこことはおさらばだ。おい。もしかしてこいつに喧嘩売ったのか？ああ、結構お友達いたんだな。Te dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! ¡Oye, mate! ¡Tú no te metas! ¡Sento Stato! ¡Ore, ni te caigo, no te puedo! ¡Ore, ni te caigo, no te puedo! ジャブストレートだ。ジャブストレート。後ろからやめて。まだ来やがるぞ。助けてかかるぞ。こいつをどうにかしろ。さあラスト。ラストではない。もうこれもうわからん。ロールして格闘かわす。待って、そんなの今さら言われんの？ほらでいいセグリンゴ。サム、低下してくんない？蹴って。ちょっと明るいところに行きましょう。まずはこいつ。
ヘタレストをやってしまいたい。よし。おいおい、どけよ。まだ来る。あ、エスペラ。やばしたで hablar。他に規則を忘れた奴はいるか。並べ。お尻叩きかな。ゲセスト。え？渡せ。密輸でもしてるのか。バルガス。カジャテ。何様のつもりだ。イエバルセルだ。アメリカ人どもは俺の部屋に通せ。行け。外せ。外せ。遅かったじゃないか。死ぬとこだったぞ。ああ、そうだな。バルガス、やめろよ。ああ、何も見つからなかった。きっと別の塔だ。そら。いや、実は俺カトリックでさ、いつも思ってる。嘘つけ。おいおい、待てよ。ガラクタだってな。バカにしてんのか。もう一回話し合おう。頼むから手荒な真似はやめてくれ。ほら、銃をしまえ。どうも、あんたの取り分は1割だ。半分だ。手を動かしてるのはこっちだから2割だ。あんただけじゃ無理だろ。4分の1、山分けだ。なるほど。お前らどうする。いいんじゃねえか。うん、だな。4億ドルだし、綺麗に割れる。文句ないな。ああ、決まりだな。だが、もしまた歯向かったら。おい、お前。じゃあな。お前、気は確かか。絶好調だね。どうすんだ。お前、どうすんだ。計画通りだ。今のも計画のうちに。ついてこい。ほら、来い。どうすんだ。監視を殺してしまった。待って、お宝ないかな。お宝隠されてないね。これね、あるんだよね。逃げてる最中に。危ない。待って、お宝ないか。初見で難易度プロでお宝を探すのはハードルが高い。まずい。一旦出ましょうか。まだだ。こっちか。姉さん、手を貸せ。どうする。やった。やった。なら来て。ほら、東大なんてないぞ。窓を伝って。はい、こっちだ。建設の足場。よし。いや、しかしね、井上和彦さんの荒々しい演技が本当に素晴らしい。あそこだ、左。あそこ、そこ、危ない。あーと違う、待った待った、こっちだ、ほら来い。やるねえだろ。レイさん、大丈夫か。あー大丈夫、ほら行って。なんとかまだ大丈夫。くそ、開かない。おい、ここ登るぞ。どっちだ。こっちか。ここもダメ。レイさん、手伝い。
はしご、これか。ちょっとどいて。サブ来い。いいか、空。そう。先に行け。待って。ちょっとやめてこれ。本当やめて。あぶねえ。ちょっと回復して、よし行きましょう。どっち行った？こいつはまずい。マジか。ダグ。レーション。ボッチバトル。兄ちゃん。そんじゃやるか。よし。もうね、四角と三角を交互に連打するゲーム。レフに追いつかないと。行くぞ。通用してんじゃないの？もちろん。ある程度。こっちか。台車を押して足場にすると思ったらこっちか。だから急ぐんだ。ほら先に行け。どこに繋がってる？うじゃうじゃいる。大丈夫。よし行けそう。まるで迷路だな。まあ逃げられちゃ困るだろうからな。まずい。よレイフ、元気にしてた？はしごを下ろしてくれ。ほら、お前だな。言っただろ。計画通りだろ。喜ぶのは早くないか。バレてないな。そっち。そこにジャンプ。いいね。ずっとそこ探してる。そんじゃあな。さあよじ登って。あれだ。銃をくれ。そこの格子に。さらに先。サム、来い、手をつかめ。よし、来い。サム、おい、しっかりしろ。頑張れ、サム。そっちの手も。頑張れ。ダメだ、サム。逃げないとやばい。ダメだ、サムが。優しいんだ。ほら、ボードは壁のすぐ外にある。嫌だ、できない。サムを見捨てるなんて。ネイト、サムは死んだんだ。お前もここで死にたいか。好きにしろ。兄であるサムが。ああ、嘘だ。そんな。くそ。ほら、逃げるんだ。ただ今逃げるしかない。分かった、今行く。行かないと。Thank you.
15年後。よし、そこに着いたぞ。オーケー、レーダーでは座標通りだな。積み荷は見えるか？いや、それっぽいのはないな。そっちには反応あるのか？いや。そうか、じゃあちょっと下ってみる。わかった、頼んだぞ。任せろ。マレーシアの誘い。タンクの残りが少ないだろ、上がるか？いや、大丈夫、すぐ済むさ。見つからないなら中断するぞ。見つける。そうかい。あれから15年後。おい、ネイト、集中しろ。まあ、おそらくネイトの中ではお兄さんはもう死んでしまったっていう扱いなんでしょうね。あれから姿を現していない。これは？おい、何かあるぞ。なんだ？錆びてないな。色も合ってる。岩にぶつかって壊れちまったのかな。おい、ブツブツ言うな。悪い。トレーラーの破片っぽいな。多分近くだ。おいおい、ネイト、本当なんだろうな。トレーラーの破片、これかな。どうも何らかの引き上げ作業に従事してるっぽいね。ああ、見つけた。あったぞ。やったな。状態は？壊れちゃいるが、ま、平気だ。三角でインタラクト。そんじゃ見てみっか。よし、積み荷が見える。ほとんど残ってるみたいだ。積み荷の数は？入ってみないとわからない。待ってろ。そしたら中に入っていく。よっしゃ、開けるか。連打。よし。おはようさん。入ったぞ。見た感じほとんどここにありそうだな。これがその目的の積み荷。1、2、3、足りないのは2箱だけみたいだな。探してみるか。おい待てよ、まずはタンクを取り替えたらどうだ。多分近くにあるだろう。任せ。あったぞ。まずは1つ目。くそ、トレーラーの下敷きになってる。どうしよう、先にもう一箱を固定しろ。それからトレーラーを引き上げる。さすができる男は対処が早いね。まあな。これか。残りも3つ。よし、あと1つだな。中で固定しとけ、もうすぐ着くから。了解、あとでな。こいつは重いな。いいか、俺はトレーラーしか引き上げないぞ。気をつけろ。こいつを中に置いて、よしと。よし、一つは固定したぞ。いいタイミングだ。こっちも着いたからクレーンを下ろすぞ。頼む。ほーら、おじさんのクレーンを下ろすぞ。よし、この位置でいいだろう。ケーブルを取り付けろ。少し引き上げてやる。ケーブル、ここに三角。ケーブル取ったぞ。車軸に引っ掛けられるか試してみる。頼んだぞ。ここに、待ってね、どうつけんだ。三角ぐるっと回して三角。まずは一本と。おい、タンクの残りはどうなんだ。まだ大丈夫。タンクの残りね、見えないんだよね、プレイヤーからは。多分なんかアクシデント起こるんじゃないので、ちょっと待って、上に上がりたい。ぐるんぐるんになった。
ちょっと。こっちに来て、でこうか。2本目も OK。よし、こっちの準備はできたぞ。わかった。上げるから離れろ。いつでもどうぞ。よし、じゃあ上げるぞ。完璧。頼むから落とすの。これはね、フラグじゃないの。さあどうするかな。絶対落ちるもん。怖い怖い。よし、残りを運ぶ。他のと一緒に固定してくる。うん、意外とそうでもない。で最後にこの中へ、ここにこうじゃ。よいしょ。入れ。これでよし。おいおい。さあミッション完了。全部揃ったぞ。ああ、エアはまだ5分分残ってるけど。まったく。じゃあもう一仕事頼むよ。まだあんの？他のお宝も探してきてくれ。遠慮しとく。乗ってくか。そいつはいい。クレーンに乗ったら教えてくれ。最後に乗っかっていきましょう。よし、いいぞ。引き上げてくれ。わかった。捕まってろ。この海中のグラもすごいですね。マリンスノー。え、完璧じゃないか。どうだった？この川の仕事には参るよ。魚臭さが染みついちまう。そうか。ちょっと待っててくれ。はいよ。みんなお疲れ。これが今のネイトの仕事かな。さあ降りて、中身はこのね、端一つ取ってもグラフィックの作り込みがすごい。ネイト、お疲れさん。あ、疲れたよ。ほら、よこせ。ほらよ。どうも。おい、タンクが軽いぞ。ほら、おかげで仕事が楽になったろ。ネイトも年を取ったね。顔にシワが。ここにサインしてくれ。はいよ、こういうのは自動化してほしいな。サインするのが時代遅れになりゃいい。おい、まだ時間かかるのか。今これを引き上げたばかりなんです。1時間はかかります。できるだけ急いでやってくれ。輸送船が待ってるんだ。わかりました。ジェイソン、これは違うな。ちょっと見せろ。この人が責任者。また後にしよう。よう、ヒーロー。それじゃ中身を見るか。次は他のやつにやらせてやったらどうだ。ゆっくり休め。いや、いいよ。オフィスにいるより潜ってる方がマシ。ああ、そうか。まあ、どっちにしても次はだいぶ先だ。おい、ちょっと木曜だろ。いいよ。おい、マジかよ。出し抜かれた。冗談だろ。激しい競争さ。この中身。それじゃ、中身を見るか。やるか。いいの？動かすぞ。いいのか。サンキュー。こりゃ見ろよ。これどうだってさ。こう見えても価値は相当なもんだ。報酬の額を見たら驚くぞ。これでコインを作った方が良くない。さあ祝杯だ。
一杯おごる。はしごすんのか。ダメダメ、変な匂いがするね。ああ、事務作業が残ってるし、今日はそれを済まして帰るとするよ。今度な。わかった、また今度。おい、よくやった。サンキュー。ネイト、ネイト、待て。いや、なんでここに？ああ、プレゼントがある。プレゼント？なんだこれ。例のマレーシア沖にある沈没船の情報が入った。よせ。ああ、船は手つかず。へえ。積みは取り放題。お前ほんとめげないやつだな。それに機材を揃える金もあるし、準備バッチリなのに、目の前の相棒がな、唯一俺が信用できるやつなのにおじけづいてる。いくら待っても無駄だよ。そんでそのお知り合いは許可取ってんの？いや、取ってない。でもそんなの取るやつなんていない。やっぱな。ネイト、その方が都合いいだろ。こっそりやれば競争相手もいない。船は独り占めだ。許可がないんだったらダメだ。ネイト、これは退職金なんだよ。俺たち二人の。お前はどうか知らないが、俺は60までこの仕事をやる気はねえだろ。捕まっても、やはり俺はパス。お前もやめとけ。それは持っとけ。頼むよね。気を変えるつもりはない。一晩考えてみろな。カーラと子供によろしく。ああ、無理強いはしない。でも考えとけ。調べたな。なるほど、ネイトも泥棒鍵をやめて、なんていうか等身大の生活といいますか、普通な生活を送るようになってしまった。丸くなっちゃったんだね。さあではね、すいません、変なとこなんですけども、今回ね、時間の切りがちょうどいいんで、一旦ここで終わりにして、でまた次回につなげていきたいと思います。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。